ローレンス・キヨシ・シノダは、シボレー・コルベットや、フォード・マスタングといった作品で知られる、アメリカ合衆国のカーデザイナーである。ラリー・シノダは、ロサンゼルスで、日本人を両親に生まれた。南カリフォルニアで育ち、小学校時代に、美術の才能を培い始めた。1941年12月から、アメリカも参戦した第二次世界大戦中は日系アメリカ人を対象とした人種差別政策である大統領令9066号の下で家族と共にマンザナー強制収容所に強制収容されていた。1945年8月の終戦後に解放されたシノダは1955年にグレートベンドで開催された第1回ノンドチャンピオンシップドラッグレーシングシリーズに1924年モデルのフォードロードスターで出場して優勝した。シノダはロサンゼルスにあるアートセンターカレッジオブデザインに入校したが退学処分にされた。1955年にフォードモーターで働き始めた後短期間パッカード社で働いた。その後1956年遅くにゼネラルモーターズに入社した。GM のチーフデザイナーのビル・ミッチェルとコルベットの主任技術者ゾーラ・アーカス・ダントフと共に働き、シノダは自身の作品であるショーカーの名庫シャークを踏襲した1963年と1968年モデルのコルベット・スティングレイとして世に出るコンセプトカーの仕上げに携わった。1968年にヘンリー・フォードの孫、ヘンリー・フォード2世は元 GM の重役で後に、フォード社の社長となる、バンキー・ヌードセンを雇い入れ、ヌードセンは、フォード社のデザインと販売台数の改善を目指して、シノダをフォード社に迎え入れた。シノダのフォード社での最初の仕事は、ボス300にマスタングとして知られる、マスタングの高性能モデルであった。シノダはヌードセンへの敬意を表してこの車に、ボスという名称をつけたと言われている。シノダは1970から1973年モデルのマスタングのデザイン作業を率いたが、1969年遅くにヌードセンがフォード社を解雇されると、シノダも同様に退社した。後にシノダは独立し、デザイン事務所を開設し、GM、フォード社やアフターマーケット部品会社の仕事を請け負った。シノダはメーカーの社内デザインチームに加わり後に、XJC として知られる車のクレーモデルを制作するアメリカンモーターズの3人の契約カーデザイナーの一人となった。1987年にクライスラー社が AMC を買収するとこの車はジープ ZJ となった。シノダは1996年に腎臓に疾患を抱えるようになったが、現役のデザイナーとして活動を続けた。移植を受ける前の1997年に、シノダは心不全が原因で、ミシガンの自宅で67歳で死去した。シノダの娘のカレンは、チューナーでパフォーマンス部品会社のチームシノダを設立した。ありがとうございます。